はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。知ってるよ、知ってるよね、毎日。今日はね、うん、木下優香さんっていう大食いのね、うん、僕ら一回コラボさせて、一回だけね、あのラグビー部のねやつを連れて行ってね。そうそうそう、うん、いや本当に帰りやばかったもんね。ラグビー部のやつも、うん、もう電車の待つ時間でもうすぐベンチみたいなとこ座って全員下向いてこうやってできないんだよ、ね、こうやってできない、こうやってなんか、ま、守っちゃうんだよね。守ってな、お腹をできるだけ温めてこう。そして優香さんは全種類、少し前に30種類、うん、だからまあほぼ全種類ですよを食べきるっていうので、木下さんにちょっと対抗して30個食うんだけど、はい、木下さんは全種類買えてたけど、うん、俺らは期間限定100円になってる、だから100円になってるやつで30個賄う。で、色がおかしいでしょ。色がもうだって白黒映画のこういうやつ、ここがドーナツなのかっていう問題あるよね。ここ1個食べ終わりました。嘘だと思われるよ、そんな早いと。何個食べました。15個15個じゃないよね。15個15個だよ。はい、あと12個。15個15個じゃないと思ってた俺。なんで？え、だって体の大きさ違うじゃん。残して、全然残してくれてもいいですよ。残してくれてもいいですよ。残してくれてもいいですよって。ごめん。いやでもなんか俺ら二人でやってるズルさ、えぐくない？飲み物なしだよ。なんで？で、コアラのマークの時なしだったよ。なんであの時のルールが。死んじゃうよ。死んじゃうよ。今何個食べたの？3つ。え？3つ食べ終わったの？食べ終わった。あと12とかよ。まあまあきつくない？もうちょっとやばい。終わるけど俺もうちょっとやばい。いや俺さっき言ったじゃん、買うとき。でも12個って一番お腹空いてるとき俺3つ食うわっていう話だじゃん。なんか見たじゃん、あの木下優香さんの動画。あの効果ってさ、食べたくなるっていう効果あるでしょ、うんうん、で食べれるってちょっと思っちゃわない、うん、あ、いや30個は無理だけど、いや余裕10個はいけるわっていうさ、うん、やつになるじゃん。今2人だったらいけんじゃない？3つだもん俺。はい、俺7個。あと20個余ってんでしょ。なんでもらったんだよ。だから俺のティッシュ欲しい。ティッシュ何個いけんだっけ。8だっけ。8ですね。やばい、寒くなってきた。やばい、おかしい。なんで？なんで寒くなってきた？4個でしょ。4個だ、大丈夫だよ、まだ。寒い。じゃあ、あったかい飲み物、カンタが。カンタが。苦いやつか。死んじゃうよ、カンタが。明日の動画、あかんなくなっちゃう。朝も昼も抜いてんのに。よし、そこで入っちゃった。はい。やばいやつからいけって。いきます。おい、幸せをつかみとんのよ。やばい、それよりやばいよ、これがいけって。これ朝食べた。いやいや。お前が一番食べれる順番でいけ。そう、どんどんいけ。じゃあこれ食べてみたい。うん、チロス食べます。どんどんいいよ。それあんまだったらやばいぞ。どうよ、合ってた。やばい、おいしい。じゃあこれもう一個渡しとくな。いや、だってここにあんだよ。じゃあ平等に一人10にする。そのままやばい。いや、それはやばいってなんだよ。やばい。それ何？その考え方やばい。いや、どういうことだよ、お前。どういうことだよ。マジで。ベースにあと何個いけんの？ゼロ個だ。ゼロ
おー、いい食い終わんねえじゃん。いや、木下ゆうかさん、ほんとどうなってんだよ、胃袋。まあこういったね、5、10だから15だよ。15 5、10、15ってよくこう、見栄えもいい。すごかったな。岸田、マジで何個いける？マジで何個いける？ちょっとこれ、しっかり考えていきたい。なんで、だから、限界まで食いなよ。いや、俺は限界まで食うけど、うん、その、ね、マジで何個いける？マジで、うん、これだろ、まず1個これだろ。ちょっと、なんで決めんの？これだろ、お前これ食うだろ。で、あと、大好きなこれだろ。大好きです、はい。これも順番でいったら、順番でいったら次これだよな。うん、まあ、ここからいける、ここからどうするかってことだな。ここ意味わかんねえな、こんな順番で食わされてな。どれなら食える？これ食べたいです。ああ、じゃあ、じゃあそうする。じゃあマジでこれで5個な。はい、5個のツアーさ、知ってるじゃん。めっちゃいいぞ、めっちゃきついぞ。俺お前の同じとこにいるから、もう5個食べた時のお前だから俺。いただきます。いただきます。いや、頭ぶつけてんだよ。無理だよ、鳥じゃん。あと10個かい。僕今3つ食べました。すごいよ、シア。よく頑張った。え、何個食べた？これで11個目。11個食べました。3個はい。あ、俺6個今食べ終わったんだよね。うん、チロス食べます。それきついぞ。きついの、カンタが担当してる。じゃあ、はい、うん、担当してんのよ、沖縄上に。カンタの今後の予定だな。ダメな、ほんと。いやいや、ちょっと必死。どっちか押すなよ、コップで。俺12個上12個食べました。で、ラスト1個ずつ1人1個食べる。そうしよう。で、じゃんけんしてどれか選んでいこう。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よし、じゃんけんこれな。はい、どれこれな。はい、あー、来たわ。来たわ。こいつやっぱ来たわ、俺のところに。なんかそんな気してたの。目合ってるじゃないか。こいつとこいつ見てんなって、ね、はい、今日これでも1個か2個しか出なかったですよね。そうだから人気を取れ、人気人気とかじゃねえだろ。多分一番最後に残ってる、ね、人気の理由わかるよね。でもね、こいつなんかずっていうかお得だよな、絶対こいつ。はい、じゃあ僕が最後食べます。いや、これは本当にきつかった。はい、ということで今日の水溜りボンドは、はい、ミスドのドーナツを、ミスタードーナツのドーナツを30個食べてみました。実際限界は、人間の限界というかさ、もういいなって思うのは本当3個だよね。3個、4個